です。今日は、日曜21時半から配信の予定が、22時からになってしまいましたが、今日は簡単な、告知を何点か、あと、近況報告みたいなことをするだけなので、あっという間に終わってしまいそうな感じがするのですが、とりあえず、はい。ですね、近況報告、直近の話題ですが、おととい、間延びの2人で、まあ、これは講演会を聞いてきただけなんですが、京都大学原子炉実験場助教の小出博明さんの、講演会が名古屋でありましたので、そちらを、聞きに行ってまいりました。よいしょ。残念ながら間延び放送局か、IWJ で、配信できないかなと思ったんですが、ちょっとできなかったので、また、2月に、名古屋市の近くの小牧市で、講演会があるということなので、そちら、中継か取材かさせていただけないかというのをちょっと、トライしてみたいなと思っています。こちら名古屋市内の、ウィル愛知で、昨日の講演会はあったんですが、非常に若い人たちが、主催していたということで、で、質疑応答なんかも南山大学の学生さんなんかが、主に、質問されてて、非常に、若い世代での関心が結構この地方でもまだあるんだなと、まだっていうと変ですが、なかなか、若い方で関心ある方少ないかなと思っていたので、ちょっとこう希望が持てるような、感じでありました。また、小出さんもですね、IWJ での中継になるか、間延びになるか分かりませんが、2月はぜひ、ちょっとトライしてみたいなと思っています。そして今日はですね、また打って変わって、パーマカルチャーチューブというのがございまして、こちらで定期的に、お話し会みたいなものですね、開催されていて、知ってる人は知っている、天白区にあります徳林寺というちょっと変わったイベントなども結構やっているお寺でですね、こちらのディオンさん&アサコさんフォレストガーデンお話し会 in 名古屋というのに、これも別に、参加してきただけなのですが、結構、面白いお話が伺えたので、こちらは、間延び放送局でちょっと、できれば、取材をさせてくださいという旨をお伝えしてきまして、またいつでも来てくださいみたいに言っていただいてるんですが、結構遠いんですよね。でもまあチャンスがあれば、伊豆のフォレストガーデンというのを、やって住んでる方で、パーマカルチャーっていうのはパーマネントと、アグリカルチャーの、合成語でですね、持続可能な農業を、目指していくという活動なんですが、さらに、その先に進んでですね、フォレストガーデンという概念を、提唱して実践している、お二人で、結構その、暮らしぶりも、なかなか面白いものがありました。またちょっと、少しですが、ちょうど私が、興味があった、ギフト経済なんかのお話もありましたので、ぜひこちらもまた詳しいお話を、間延び放送局で取材させていただけたらなと思います。どんなことか全く、つかみかねるという方はですね、しきがみ .net という、お二人のウェブサイトがありますので、そこでも、ギフト経済のについてのその論文というほどではないですけど、こうどういうギフト経済、例えばそこの土地の、お年寄りの知識の代わりに自分たちは若い労働力を提供するみたいな、貨幣を介さない、価値の交換で、
コミュニティも強化されるような、活動をしているという、またそれを広げていくというような、お話が書いてありますので、興味のある方は読んでいただけたらと思います。式紙の続きに、ドットネットをつければ見ることができますというのを、2点直近では、見てきました。まあどちらも、まあ、これから取材できたらなというところで、はい、見てまいりました。まあ、バンビさんがパーマカルチャーチューブの、あ、失礼。パーマカルチャーチューブのホームページのアドレスを出していただいてますね。しまった。はい。間延びのページを出してましたね。はい。はい、ひでたんさん、こんばんは。ちょこっと告知をしてるだけなので、はい、また、録画ででも見ていただけたらと思います。これから、告知ですね。今後の予定ですが、間延び放送局の本放送の予定はまだ未定なのですが、とりあえず、ソロ活動というか、これがありますね。1月14日、明日ですが、10時からプレイリーダーガクちゃん、間延び放送局で、ゲスト出演して、興味深いお話をいただいた、気仙沼の、津波の被災地で、子供の遊び場を作ったというお話を伺いましたが、また、そういうお話が聞けると思いますが、これはなんと、IWJ 長野で、はい、IWJ、どの辺だ、この辺か、 IWJ 長野で中継されます。さらにその翌日、中根恵子さんという方がですね、10時から、うちの子よその子ごちゃまてぜ子育てというテーマでですね、 IWJ で公演が中継されるご身分ですよ、中根さん。バンビさんの、お話が、IWJ 長野で中継されます。はい。10時からなんですが、まあアーカイブも残ると思いますので、ぜひこちらもご覧いただけたらと思います。朝の10時からですね。これがあるので、バンビさんは明日、5時にお家を出るんですか？はい。3時起きぐらいですか？はい。ご苦労様でございます。あ、あと、先ほどちらっと、あとちょっとお話ししましたパーマカルチャーチューブというところでは、結構その持続可能な、社会とかいうテーマでいろいろお話し会をしているらしくてですね、私今日初めて行ったんですけど、で以前、行われたソーヤー海さんのアーバンパーマカルチャーも面白かったというのを、バンビさんがブログにまとめているということでございます。あと、ヒロムさんが、コメント欄に書き込んでくださってますが、大相撲が始まっておりますね。はい、なんでそこまで、相撲好きなのか伺ってもいいですかね。はい、ニキリオさん、こんばんは。今日は告知ぐらいなので、はい、あっという間に終わってしまいそうですが、そしてさらに、続きまして、1月17日、阪神淡路大震災の日なんですが、これは坂本龍一教授の、お誕生日でもあって、私が、2000年の1月17日に、仏像の世界に入門してますんで、この日、それを、記念いたしまして、彫刻風景配信スペシャル誰得な企画ですが、ほぼ終日、彫刻をしているという、寒くないといいですね。多分もう
大きな木を、チェーンソーで切って、荒掘りなところから、ずるずるとですね、断続的に中継していく予定です。おそらくまだ1月17日の段階だと、日進市の木箱というところで、チェーンソーで切ってそれを瀬戸にある仕事場に運ぶというプロセスが発生するんじゃないかという気がしてるんですが、とりあえずスタート時間は決めましたので、1月17日、別にこれはですね、最初から最後まで見ろとはとても言えませんので、何かこう途中途中を見ていただいてですね、あ、今日1日でこんなぐらい進んだなという感じで見ていただければ嬉しいです。そして、皆様に、見ていただきながら、テロップが違うよ。はい、こちらのだるまさんは、IWJ 事務所に無事、お送りできました。棚の上で、睨みを聞かせているというふうに伺っております。いろんな方に来ていただいていて恐縮なんですが、まあ大体これぐらいで告知は、もう一点、1月23日暫定、これね、今井光代さんという方の命の授業、これは、昨年10月かな11月かな、録画してきたものですが、こちらを配信いたします。これ先日こう見直したんだが、先日見直したんですけど、またついついうるうる来てしまいましたが、ぜひ見ていただけたらと思います。時間見て、はい、夜の方が皆さん見やすいんですかね。どうせ録画配信になるんで、おそらく夜になるんじゃないかなと思います。ただ録画といっても、できればバンビさんも、私も、解説というかちらっと、前後とか、お話という解説みたいなことをさせていただけたらなと、リアルタイムで皆様からの、感想なども、見せていただけたらなと思っています。できれば今井さんにですね、電話をつないだりもできるといいですけどね。まだ全然お約束をしていないので、ちょっとそれはできるかどうかは分かりませんが、これ命の授業って何かと言いますと、その命の大事さをこう伺う授業なんですけど、名古屋市内のある、高校で行われた授業で、今井さんという障害者の、ケアをする、お仕事をされている方の、お話を伺ったんで、それを特別、録画させていただいて、でそれを、許可をいただいて、
配信させていただく予定をしております。とりあえず間延び放送局で、決まっているのはそんな感じですかね。あと見直したんだがつったねって突っ込まれましたね。はい、すみませんね。これ自分の音声を聞きながらだとまた余計喋りにくいんですよね。これ時間差で今自分の音声を聞いてね、聞いてなきゃいい。それもあったね。その前に、大事なのがありました。浜中ひとみ監督の内部起爆を引き抜く。これのですね、トークをですね、間延び放送局で、中継させていただけるということですね。はい。なんだ、結構いろいろあるじゃないですか。明日、プレイリーダーガクさんの、プレイリーダーガクさんの、お話10時から、IWJ 長野。あさって、10時から、こちらも IWJ 長野で、中根恵子さん。うちの子、よその子、ごちゃまで子育て。はい、どちらも、10時から IWJ 長野で中継というのと、はい、ほぼ1日、彫刻風景配信スペシャル、1月17日というのと、1月20日岡崎での、鎌中ひとみ監督内部被爆を生き抜く上映会&トーク、まあ映画の部分はもちろん、中継できませんけれど、トークのところは中継可能ということなので、はい、間延び放送局独占、中継させていただきたいと思います。そして、もう一個しまった、消さなきゃよかった。1月23日、込みすぎか。こちらですね、1月23日命の授業、今井光代さんのお話、はい、という、ところまでとりあえず決まってますか。はい、いいね。はい、ということで、告知はこれぐらいですね。はい、はい、では皆様から、コメントいただいてます。1月20日綱渡りな1日ということですが、ジンブラックさんどのような綱渡るのでしょうか。ぜひ、無理のない範囲で、後日になるかもしれませんが、録画でも見られるようにいたしますので、はい、あまり心配はしなくてもいいと思います。バンビさんのうちの子よその子ごちゃまて子育てはですね、ちょっと育児で結構悩みが多いという若いお母さんにですね、見ていただきたい内容ですね。お母さん、これからお母さんになる方、そう心配しないで、
いろいろこう肩に力が入っていたところが抜けるんではないかなという感じがいたします。釜中ひとみ監督の話もまあもちろん、はい、注目ですね。あ、そうや、カイさんがイケメンだという話題になってますね。あ、イケメンですよね。そう、パーマーカルチャー、ギフト経済とか、あと今日、聞いて初めて聞いたキーワードである、フォレストガーデニング。フォレストガーデニングって何かっていうと、その自然林の若い自然、元気な自然林の植生を真似て、人が食べる食べ物を作りやすい形にして、なんで森のような形態を保ったまま、例えばこう高い木の栗があって、でその低い木でお茶とかを作って、でさらに下の方で多年草の作物を作って、まあ一年草の作物も作るんですが、そうした、多様なのを、もう見た目はもうごちゃっとした感じなんですけど、もうそれをある程度計算してデザインしてですね、こう自然を真似た形で、食べ物を、得ていくという感じで、こうしっかり作物をこう畑みたいに整列して並べてですね、そればっかり作るっていう作り方じゃなくて、あちらにはこの季節これができて、この辺にはこの季節これができてというふうに、多様な状態で、森というか、その自分たちのフォレストをデザインして、食べていくと。でさらにその植物 と、食べ物だけじゃなくて、今日お話を伺った、ディオンさんとあさこさんは、コンポストを使ったトイレだとか、それも非常にシンプルなシステムで、お金のかからないシンプルなシステムで実践をされています。まあ、ぜひこれ伊豆でなかなかチャンスがあるかどうかわからないですけど、できればこうね、現地に行って取材もできるといいなと思う、今日の、講演でしたね。あー、画像が出てねえや。はい、地球規則や自然が好きなら今月のうちに街を抜け出す。霧や煙に巻かれたいなら、ロケットストーブなんていうのも出てきましてね。今月のうちに街を抜け出す。これだ。これ一斗缶を再利用して作るっていうロケットストーブ。これでもなんか作れそうな感じしますね。取材行けなくてもロケットストーブを作ってみようみたいなことができるかもしれない。これは溶接なのかな。でも溶接って言ったってね、こうシンプルな溶接だからなんかやれそうな感じもしますよね。実際伊豆まで見に行きたいなと思いました。最寄り駅から歩いて20分ということは伺ったんですが、その最寄り駅までどれぐらい時間がかかるのか。はてさて、こうしたいろんな場所にですね、取材に行けるかどうかもですね、ひとえに皆様からのこう何ですか、あれにかかっているというところですね。これ実践で作ってんだな。なんかいけそうな感じがしますよね。どうしてもこういいものでも、こう時間手間がかかるとか、自分たちでこうマネージできないものっていうのはなかなか限界があると思うんで。あ、ユギさん家でロケットストーブ作りやるかっていう、あ、それはいいかもしれないですね。また画面を切り替えるの忘れてますね。というところでしょうか。はい、あ、でも結構粘って30分ぐらいまで、ね、行きましたね。行ってしまいましたね。では、では、一旦アーカイブ録画を停止し
します。中締めというか、はい、告知編だけでした。告知ばかりの今日の間延び放送局夜の配信でした。落ちた。よし。とりあえず録画を停止したので、あとはまあどうでもいいことをお話ししていけばいいのかなと。はい。